お待たせいたしました。皆様から、向かってですね、あら、藤野さん隠れないで、皆さん、あ、隠れてるんじゃないか。まずじゃ右手からですね、徳島の愛吹雪に所属されていて、徳島では恵比寿連という夢連にで大太鼓をされています、中村源さんで、はじめさんです。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、ここの会にお越しの方はご存知かと思いますが、エロゲンさんという名前で親しまれておりますので、通りすがった時にはエロゲンさんと元気よく声をかけてあげてください。数々の逸話をお持ちでございます。はい、そして向かって真ん中の方ですね、同じく愛吹雪所属で、徳島ではアホーレという有名連で、打楽器を担当されております、桑原実さんです。そして向かって左端、昨年はお越しになれずにですね、今年久しぶりの落語参戦となりました愛吹雪所属で、天水連で鐘をされております藤野さんです。徳島一の鐘師ということで、当然日本一の鐘師ということになります。今からですね、3人のちょっとジェットコースターも頑張ってますけれども、3人でですね、徳島の本場の音というのをここで披露していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。踊りの方を支えてくれてます。今日は鳴り物さんにもスポットライトを当ててご紹介したいと思います。向かって皆様から向かって左側、三味線ですね、阿波踊りでは、よくぞめきと言われますけれども、一般で三味線シャンチャ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 というのは三味線の、メロディーになります。じゃあ三味線をお願いします。情緒のある本当にわびさびのある素敵なメロディーですね。はい、そして、次は笛ですね。皆様から向かって左から2番目、唯一阿波踊りではメロディーを奏でてますね。では、お願いします。
はい、ありがとうございました。男性のように大胆で、そして女性のように繊細な笛でございました。はい、続きまして、そしたら、はい、そしたら、大川、はい、大川、今、一人いますけれども、ま、たった一個で、なんていうか、浮き立つリズムを、間に入れてくれる楽器です。じゃあ、浮き立つリズムでお願いいたします。締め太鼓ですね。締め太鼓、楽しくこう浮いてくる調子を奏でてくれる打楽器です。はい、内輪もめをせず仲良くやってくださいね。お願いします。大太鼓、皆さんご存知の通りベースを奏でます。鳴り物の中では本当に音を左右する楽器です。はい、では大太鼓お願いします。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。